おはようございます。たかしです。本日は2月27日火��曜日、ただいま9時35分。それではポンド円ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手の良い方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日は円安方向に動いて上昇はしてきております。現在はこの黄色のライン、過去の高値を結んだラインを上抜けて、そこで一旦押しをつけた、そこで今定着するのかなというような、そんな感じにも見えてきます。ただし GMMA との青帯の乖離結構ありますよね。それからストキャスティクスも高値圏にあるということで、基本的にはこの GMMA の青帯から離れると GMMA の青帯に戻すという動きをしますので、そう考えるとここからじりじりと下げていって GMMA の青帯ぐらいまで下落してくる可能性もゼロではありませんので、そのくらい大きな下落をする可能性を考えつつ、今は強い上昇トレンドにありますので、ここのところのローソク足を見ても分かりますが、本日は陰線が出ていますが、ずっと連続陽線ですよね。ここ最近は上髭をつけております。一旦直近の高値を超えてきましたので、上髭をつけて少し上値が重く、一度調整の下落をするのかなというふうにも見えますが、基本は連続陽線で上げてきているということは、逆張りをすると担ぎ上げられるということですので、逆張りはご注意ください。基本はこの上昇トレンドについていく。ただしいつ日足の GMMA 付近まで押しをつけるかわからないという、そういう状態ですので、その辺はご注意ください。では4時間足です。4時間足はこのオレンジのトレンドラインに沿って上昇してきております。その中で先ほどの日足の黄色のライン、ここを上抜けてそのラインに押しをつけて昨日は上昇してきたという、そんな形ですね。ただ少し押しが浅いので、本日は調整の下落からしっかり押しをつけに行くような、そういう動きをしてくるかもしれませんね。4時間足もストキャスティクスは高値圏、先ほど日足も高値圏ですので、やはり4時間足日足単位の調整の下落がいつ起こってもおかしくないとは思ってます。基本的にはこのオレンジのトレンドラインを下回るまでは押し目買いでついていけばいいと思いますし、オレンジのトレンドラインを下抜けると先ほどの日足の GMMA の青帯と接触するぐらいまで下落するかもしれませんが、今のところは4時間足も GMMA 上向き、基本は上昇トレンド中ですので、下がったところから買っていくという押し目買いスタンスでやっていくのが安全です。ただ本日下落から始まってますので、もしこの下落が強くてオレンジのトレンドラインを明確にズドンと下抜けるような動きになってくると、この白い水平線の 188.6 付近まで下落するかもしれませんので、その場合はその流れについていってもいいと思いますが、基本はこのトレンドラインの上にある間は押し目買いでやっていくのが安全です。では1時間足です。1時間足は綺麗な上昇トレンドを描いてますよね。ここのところしばらくは GMMA の青帯に接触して上昇ということを繰り返しております。昨日も少し深めには入ってきましたが、 GMMA の青帯付近からの上昇になってますね。ですので本日現在今 GMMA の青帯付近まで下落してきてますので、ここで反発できるのかどうかを見ておきたいですね。ここで反発できないのであれば、先ほど言ったように4時間足のトレンドラインぐらいまで押しをつけてくるかもしれない。ただ今は一旦1時間足の GMMA に接触してますし、ストキャスティクスも安値圏にあります。過去のこの動きを見ていても一旦は反発しやすいポイントに来てますので、反発するだろうということを一旦考えておく。そして下抜ければオレンジのトレンドラインぐらいまで次の反発の目安を待っておくっていう、そんな感じの考え方がいいと思います。先ほども言ったように4時間足 GMMA の青帯上向きで、ずっと4時間足の GMMA にサポートされて上昇してきてますので、基本的には押し目買いで考えておくのが安全ですが、例えばこの昨日の高値だいぶ揉み合ってますよね。ですのでもしここから GMMA の青帯で反発上昇して、昨日の高値 191.3 付近まで上昇してくれば、そこはダブルトップからの下落もイメージできると思いますが、基本は上昇トレンド中ですので、逆張りをする場合は自分のシナリオが崩れたタイミングで損切りするように心がけてください。では次はドル円です。ドル円はほぼほぼ動いていないので何とも言い難いんですね。ずっと動いていないんですよね。かなり狭い値幅で上下上下を繰り返しているだけですので、昨日は上昇しました。そしてその前の日、先週金曜日ですね。先週金曜日陰線、木曜日、水曜日が陽線、そして火曜日が陰線みたいな、この陽線と陰線を交互に繰り返しているだけですので、しかもかなり値幅が小さいので、トレードとしてはすごくやりにくいのかなと思っております。今日足もストキャスティクス高値圏にありますので、下落してもおかしくないと思うんですね。ですのでそこはご注意ください。
ストキャスティクス高根家、今高根家には入りきってませんが、ちょっとデッドクロスしそうな、そんな形にも見えてきますので、その辺は注意が必要です。ここからダラダラと下落していくかもしれませんし、今の上昇の仕方もすごくじりじりとした分かりにくい上昇の仕方をしておりますので、上昇に勢いがあるわけでもないと考えると、ここから日足の GMMA 付近に向けてダラダラと下落していく、そんな可能性もありますので、上目線で考えている方はそこはご注意ください。では4時間足です。4時間足にはここオレンジのトレンドラインがありますが、今までそこにね、過去こうやって接触して上昇してきているんですね。ただ今回はまだトレンドラインまでちょっと距離があります。値幅調整で一度このトレンドラインぐらいまで一度ストンと落ちてくれると、そこから反発上昇しやすいのかなと思うんですが、すごくここのところの動きを見てると横横の動きをしてますよね。今までみたいなこの縦の動き、上がって下がってという縦の動きじゃなくって、ずっと横向きの動きをしておりますので、今は日柄調整中、このおそらくですがトレンドライン付近に接触するのを待っているんじゃないかと思ってます。もしこのまま横横の動きをするのであれば、トレンドライン付近に接触してからの上昇というのがイメージできます。ただ先ほど日足で言ったように、ダラダラと下落してくる、日足の GMMA に接触するような動きをするのであれば、トレンドラインを抜けてくる可能性もありますが、今はまずはトレンドラインに接触するのを待っていると考えてますので、もし本日下落するのであれば、このトレンドライン付近からの反発を見ておく、そして本日も下落せずに、昨日とか先週みたいな分かりにくい上がったり下がったりという方向感のない動きをしているのであれば、一旦は様子見がいいのかなと。まずはトレンドラインに接触するのを待つのがいいと思います。4時間シストキャスティクスも高値圏にありますので、本日はやはり下落方向に動きやすいとは考えます。ただし GMMA の青帯は上向きですので、基本は上昇トレンド中です。ですので、先ほどポンド円で言ったように、下がったところから買っていく押し目買いスタンスが安全だとは思います。では1時間足です。1時間足には赤いトレンドラインを引いておりまして、昨日はその辺付近でかなり揉み合ってからの上昇になってきましたね。本日もこのトレンドラインまで下落してきてますので、ここでどうなるかですね。ここでサポートされて上昇するのであれば、昨日高値を目指してくるでしょうし、ここから下抜けてくるのであれば、先ほど4時間足のこのオレンジのトレンドラインを目指して下落すると思いますので、その辺の動きを見ておきたいですね。1時間足も GMMA の青帯は上向きで上昇トレンド、1時間4時間日足と全部上昇トレンド中ですので、基本は下がったところから買っていく。今ここから反発するのであれば、ここからの上昇に乗れますし、ここを下抜けてくれば、まずは昨日の安値付近からのこの上昇の流れですね。でそこを下抜けると、オレンジのトレンドラインぐらいまで下落すると考えておきたいですが、あまり下落方向にトレードするのはお勧めしませんので、できれば下がったところから買っていく。これはドル円もポンド円も同じですが、そういう考え方を持っておく方がいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。今週の週末動画は月足分析になります。2月の月足が今週で確定しますので、その月足分析、こちら人気の動画ですので、良ければぜひご覧ください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。掲示板の投稿はたまにツイッターにも上げますので、良ければツイッターのフォローもお願いします。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。限定動画はかなり人気が高くなってますので、良ければ YouTube のメンバーシップでお安くご視聴できますので、まずはそちらから試していただくのもいいと思います。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。